今イングランド2部が熱い。コベントリー坂本達弘が大暴れ中。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。アジアカップの開幕が近づき、最近はそちらの話題が多くなっていますが、今回は少し違った話題を取り上げてみたいと思います。イングランドというと世界一と言われるプレミアリーグが注目を浴び、日本人選手としてはご存知、冨安選手、三笘選手、そして遠藤選手が活躍中ですが、実は最近イングランド2部チャンピオンシップに所属する日本人選手が大活躍しているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカー批評ウェブから。現地時間1月6日、イングランドの FA 杯3回戦が行われ、コベントリーが6対2でオックスフォードに完勝。スタメン出場した坂本達弘のキレキレのプレーぶりに注目が集まった。今季の2部リーグ戦26試合を終えて勝ち点37の8位につけるコベントリー。12月8日の第20節以降、7戦負けなしと調子を上げる中、カップ戦では3部のチーム相手に計6得点を奪って勝利を飾った。そして直近7試合で5得点2アシストと個人としても調子を上げていた坂本は、いつもの右サイドミッドフィルダーとしてスタメン出場し、得点こそなかったが随所で好プレーを披露した。まずは前半20分、右サイドでボールを受けると時間を作ってからボックス内に絶妙のパスを送る。さらに同31分けには伝家の宝刀、切り返しフェイントで相手ディフェンダーを翻弄してコーナーキックを奪取。前半アディショナルタイムには前線へのロングパスでカウンターの起点になって、最終的にゴール前でのフリーキックを誘発した。後半に入っても相手の意表をつくヒールパスに、自陣からの長距離ドリブルなど、後半21分けに交代するまでキレのある動きでスタンドを沸かせ続けた。この坂本のキレのあるプレーぶりを Spotify Now 日本語公式 X がハイライト映像として公開すると、以下のようなコメントが寄せられた。やっぱうまい、健在で嬉しいわ。三笘の上位互換、絶対2人ついてるのすごいわ。2人でマークする余裕がないような高いレベルでやったら、さらに威力を発揮するんじゃなかろうか。坂本達弘の切り返しは初見殺しなんで、ワールドカップ本番には呼ばれそうな気がする。坂本は1996年10月22日生まれの現在27歳、前橋育英高校、東洋大学を経て2019年にモンテディオ山形に加入した後、2020年にセレッソ大阪に移籍し、翌2021年に日本代表デビューを果たした。その後代表舞台からは遠ざかっているが、2022年1月の海外移籍以降もレベルの高いプレーを続けている。現在日本代表の右サイドは伊東純也、久保建英、堂安律などが揃うが、坂本がキレキレのドリブルを披露するたびに坂本の代表復帰を求める声も大きくなっている。このように伝えています。記事で紹介されている試合は FA カップ3回戦で、この試合で坂本選手の得点はありませんでしたが、ドリブルがとても切れていて、何度も相手ディフェンダーを翻弄していましたね。またチャンピオンシップのリーグ戦ではここ10試合で6得点とかなりのハイペース。今季ベルギーのオースデンテからコベントリーに移籍し、シーズン序盤はベンチスタートが多かったようですが、徐々にスタメン機会が増え、リーグ戦26試合中14試合にスタメン出場、直近7試合では全てスタメン出場となっています。初得点は11月25日のミルウォール戦となり、その後12月23日のサンダーランド戦でも1得点。驚くべきは12月26日のシェフィールド戦で1試合2得点を挙げた後、1月1日に行われたミドルスブラ戦でも2得点を挙げる大活躍。その存在が徐々にイングランドでも注目されつつあります。ちなみに現在イングランド2部チャンピオンシップに所属する日本人選手は3人、坂本選手に加えてバーミンガムの三好浩二選手、ハダースフィールドの中山雄太選手なのですが、確認してみると偶然か3人とも同い年というか同じ学年。記事中にもありましたが、坂本選手は1996年10月生まれの27歳、そして三好選手と中山選手は1997年の早生まれとなっています。
そしてさらに3人とも日本代表経験者。中山選手は今回のアジアカップでも招集されていますが、坂本選手と三好選手はしばらく代表招集されていないため、いつかはとの思いを胸に秘めてプレーしてるのかもしれませんね。ただ坂本選手も三好選手も2列目の右サイドがメインの選手となり、現在日本代表でそのポジションは潤沢なほど人材豊富な状況。三好選手は2列目の真ん中でもプレーするようですが、そちらもなかなかの激戦区。今後ぜひプレミアリーグなど一部リーグにステップアップしてより存在感を示してほしいところです。ちなみにイングランド2部のリーグレベルですが、ザ・KAリーグスグローバルレーティングで見ると世界各国のリーグの中で9位、坂本選手が昨年まで所属していたベルギーの8位に続く高さになっています。では次にこの記事に対するネットの反応を見ていきましょう。反発ステップドリブルの三笘、連続キックフェイント切り返しの坂本、タイプは違うがどちらもキレのあるドリブルしてる。チャンピオンシップってレベルは高いけど、契約年数が残ってると移籍金がかなり高くなるから個人昇格しにくい。坂本選手は3年契約、日本代表で見たいけど2列目は若い世代もいい選手いるし、年齢的にも日本代表に呼ばれるかな。ライバルが多すぎるポジションなのが不憫だが、それでも今の代表に入ってもおかしくないレベル。結構年齢上なのが惜しいよね。コベントリーは坂本と他に2人ほどプレミアで通用しそうな選手がいるな。なかなかいいチームだけど、ちょっとディフェンダー陣が弱いのが難点。伊東純也の後としては良さそうですね。右サイドっぽいですし、トップ下の鎌田が弱いので、堂安はトップ下として成長してほしいな。三笘の上位互換なんて無駄にハードル上げるのはやめて差し上げろ。伊東がワールドカップまで本調子で保てるか不透明の中、真ん中久保を置いたら右は不在になる。坂本ならマフレズのような選手になれると信じてる。タツの代表復帰楽しみに待ってます。上位互換は言い過ぎ。三笘と反対サイドだから共存できる。早く代表で見たい。上のカテゴリーでも輝けるかどうかだな。坂本ちゃん頑張ってるね。三笘というより中島翔也だな。今回の冬プレミア移籍あるかもしれない。イングランドに来てシンプルなプレーも増えてるので、いずれ右サイドのオプションになりそう。記事中にあった三笘の上位互換、さすがにこれはちょっと言い過ぎじゃないというコメントが散見されますね。私もそれはちょっとと思いますが、ビデオを見てみるとかなりキレがあるドリブルとトリッキーなフェイントで相手を翻弄していたりと、うまいなぁと思えるプレーをしていました。今の調子で得点を重ね続ければ、次の夏にはステップアップなんてこともあるかもしれませんね。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。